いやー、久保さん。その白バイ事件はすごいですね。<laughs> いや、そのバスの運転手、悲惨ですよね。ですまあ、あ乗客がいるいたんだったら、乗客全員止まってますって言ってるのに、動いてましたっていう。<laughs> 証言、第三の証言、全く無能みたいな。<laughs> 僕はそれ知らないんですけど。いや、そう、怖いっすね。う いや、僕はあのね、もう40分ぐらいアベ、アベマ TV でやってて40分ぐらいだったんですけど、もう見ちゃいましたね。全部見ちゃいましたよ。朝から。<laughs> いや、こんなことがあるんだ、みたいな。まあ、あの、同姓同名っていうところがやっぱ、えぇ、ー、みたいな。それもあり得るのかみたいな <laughs>、うん。で、未だにね、あの、あの、犯人の人が、なんか、身のあの、 なんだ300万円でしたっけ100万円から300万円に上がってその情報をくれた人に情報提供したみたいな、うん、いやすごいですよね今、うん、まあ本来皮肉っすね皮肉まああのー、人生生きてるとねいろんな皮肉あると思います、うん、まあそのね、まあ、バスのその運転手も 悲惨ですよね。うん。まあ僕もね、振り返ると、まあ、お金が返ってこなかったりとか、まあ、それは結構僕の中では大きかったですけどね。うん、お金を借りるときは3時間か4時間説得されて、わかりました、貸します。で、返済日は、あの、 一通の LINE の連絡もないっていうね。<laughs> 皮肉だ <laughs> もうまあ、おぼう、多分一生忘れないですよね。なんか深夜1時ぐらいによ呼び出しというかね、ちょっと会い,会いましょう。今から会いますかつって。あ、いいっすよ、別に。つって。で、深夜1時ぐらいからファミレスでね、朝4時5時ぐらいまで話して。わかりましたよ、じゃあ貸しますよ、と。ただ、200万は無理なんで、100万でいいっすかみたいな。で、この100万も、 ちょっともうギリギリなんでっていう。っていうかギリギリっていうかこれ書いてこないとやばいんで。ほんと信じてるんでお願いしますよっていう。あのお世話になってるお世話になってきたし、そういうのもあるんでっていうところで。ね。まあ返済日。何の連絡もないっていうね。<laughs> うん、皮肉ですね。<laughs> まあでもまあ。 まあ今となってばそれは僕のあの笑い話というか思い出話として使えるんでまあ発信のネタに今使わせてもらってるんだけどもうんまあ生きてるとねろいろなありますようんでもそれをどうその糧にするかどうそれをやっぱ使うかっていう話じゃないですかねうんうんまあ僕は使い続けますけどね うんそうなんだろうなまあ YouTube もそうなんだけども要はねこの億万長者合宿でも手持ちのカードっていうのがね出てきましたけど結局手持ちのカードがあっても使わなかったら手持ちのカードも宝の持ち腐れというか、うんね、手持ちのカードを使えっていう話で手持ちのカードを使わなければそれ持ってるのとも持ってないのと一緒じゃないかなっていう。 だから、その、まあそう、サブスクを始めたんですよ。久保さん、あの、R の部屋っていうね、サブスクを990円で始めたんですけど、その1話目、最初の有料コンテンツが、命と時間みたいな話なんだけども、要はその自分のね、命の時間を何に使うかって話ですよね。で、それ使わなければ、うん、多分変わんないですよね。どれぐ,どれぐらい、その、まあ、魂燃やして使ってんのかっていうね、命の時間、燃やして。 あの使ってんのかっててのかいう少なくとも久保さんは3年で1億3000万ですか稼いだ理由っていうのは圧倒的にその自分の命をねそこに費やしたと僕がすごいなと思ったのが365日、えー、毎日お客さんと誰かしら会ってたっていうのはねそれすごいなっていうねあそこの、ね、懐かしいですけどあの久保さんの事務所に入るとそっか塾みたいなねあの <laughs> なんか 宣伝、ドアにも、もはや宣伝があるっていうね <laughs>。あそこにね、毎日来てたんでしょうね、誰かが <laughs>。うん、でも毎日会ってたっていうのはすごいなと思いますね。まあそこに時間をあの費やしたから今があるんじゃないかなと思いますけどね。もう多分、聞かないですもん、お客さんでもさすがに。365日、毎日会ってましたみたい。な毎日なんか面談とか、なんかクロージングしてましたみたいな、聞かないですよ。うん、あ、それすごいなと思いましたね。